どうも頭が回らないな。おかしな夢のせいだ。夜中のテレビも夢だったと思いたいね。井田哲也、姿は夢の中でか、ドロイドと自分のどんな感覚、多分研究所見て出てきたの。キサラギトン、俺のバイクは今日学校が商店街の外れに止めてある。お？ユキちゃん、みゆきちゃんは行ってみるか。あ、ゆき、網口、会いたいと思ったらすぐには。俺たちは運命の赤い。何？ゆきちゃん、その呼び方や。ヘイシー、おいしい？ビタミン C はお肌にいいよね。なっちゃんが飲んでたから飲んでるだけだ。口寂しいんだよ、タバコがねえからな。今日乗ってきたからバイク隠してあるんだ。今からどっか行こ。行かな。デートしようよ。しない。海とかどう？景色のいいとこし。行かないって。お揃いだ。やめろバカ。行ってみたいところ、昔の思い出の場所、今思っ君が行けない理由。そん、母方の場合、親が離婚した時かどうしてるかなとちょっと、うん、あ、かま、行こは、ばあちゃんに会い。何言ってんだ、隣の県、ま、ほら見ろ。いや、行こうよ。距離にして片道100キロ。え？さあ行こう。おい、行けば。昨日のテレビがいい。あの話も。シュク、そこがどこ。どこ。俺、そうじゃな、君が住んでいるその、あ、君が世界だと直径30キロ。居住区？あ、世界中のニュースが30キロメ。いくらなんでもその反応だから、ツワブキバイパスの一部を買い、今の君なら世界の居住区の、ま、なんなん。俺なら往復で2時間以内、日が落ちる前に。それよりさ、おばあちゃんちの思い出教え。田んぼばっかりの片田舎。それで？ばあちゃんちには夏休みよく行って、朝もやん中汗道歩いて。俺の田舎でもそうだったな。昼にはばあちゃんがスイカ、川で泳いで魚け、裏山の欅にもセミ取りに登ったっけ。変だ。何が？俺の祖父の実家にも裏山、俺もクマゼミを取り、川もスイカも同じような経験。田舎の思い出なんてどこだって同じだろ。それが変だって気づいた。市の中心地からこのトンネルを抜けたら県境だ。30キロメートルしかの巨大な巨人住んでいただなんて。
どうもおかしない夜中のて夢だ。テレビの中の壁はあった。この世界はさ隔離され、ユキちゃんと夢でも見ていた。多分研究出てきたの貴様。ユキちゃんをたんとんだ大ごとに、はあ、見て見ぬふりして恋にぼ。彼女の言った通り、うん、彼女の話ユキちゃんいる。あ、ユキちゃんついてく。あのトンネルにビデオを撮ってテレビ局に。あれが真実ならこっち。それどころじゃない。ま、あんな大変な問題なんかあるかよ。補習。補習？小テストが非転校の時の試験が疑われてんだ。いつもならばなっちゃんと同じ学校になったのに退学にされちゃ困る。俺のバイク今日学校側にバレない商店街のはず。キソロギ。まあ俺は何を意識。あれは俺の気持ちとは。でもなんか冷たいもの。頭を冷やした方が。燃料。とは糖分も取ったし。誰に相談しても信じないだろうな。さて、網口くん。この比べ。今日も別。それじゃあ今日は君の家にでも。家行ってみ。ばあちゃんはでも今面倒だから。そう、じゃあ俺。うん。もういいのか。うん。飲み物、炭酸しかない。ありがとう。暗くな。もうそろそろ一緒に行くだろ。上がるぜ。この前もラーメン代出す。悪いよ。じゃあ今日はもう帰。行くけど自分で出せよ。貸したビデオ。当然だろ。もうどうだった。マニア意識だけにアンドロイドの体で面白かったけど。BQS。どうした？網口くんがも洋楽ばかりだと。こういうのも稲葉最近人気の。え、試しに買っ。
しかしてくテレビのことを。でも下手なただの愛思われかねな。やっぱやめとくか。腹が減って飯食った後。網口くん、もう少し迷惑かな。俺一人だから別。ありがとう。なんか家に帰りたくない。ともか飯ついでに連なんかビデオでも借り。そうだ、またわすあの S 持ってきたんだ。君俺そう。記憶のさ目をすいや426という。俺が分か井田哲也。その随分時間が経った。寝起きはいつも同じ。お前が死んで3年。俺のこれは手足どころか苦痛は感じるよう設定。俺の指示には。今のお前はど意識は電子頭脳に収められている。俺の記憶情報再生させたのか。お前の研究について。地下にある未来のコンピューターについてお前が一番調べ合う。何がし。お前がインナーロシターで人間記憶をダウンロードする研究さ。俺が引き継いでやる。記録には実験データが全て消えてる。なぜ消した。この方法。また寝ぼけた。また寝た。余計なことをされる前に始末。伊田君どうしたんだ。森村さんからこの世界の如月と私の意識を移すですって。そんな恐ろしい計画どうかして。待って、君は人間に戻れるんだ。別の人間を犠牲に。彼女は君の心を。君何のも私は死んだの。今の私は如月富を真似る。心は本物。まだわか。もう伊田君といたお。たとえもう一人の私からに。頼む、君がいなき。あなたが好き。でもそれで俺を起こしたのか。だが思い通りには。誰。いや見たところ君の如月富ドロイドとして起こした。黙って最初から憎。何も知られず目的。黙れ。泉囚人426号の泉。なぜ起こしたの。君と同じだよ。利用されるためにその男に起こされた。どうして。ちょっとすぐに消去する。聞きそびれたことはまたにするよ。ドロイドに移す前の如月の記憶は残ってる。人間を部品として扱えるお前に随分消極的だ。それとも後でこっそり彼女を消去してやり直す。もう感情的。俺もそこにいる。たかがで再セットすれば読み俺のよう。すぐに消去する。コンソールで見張る。そうだ、ちゃんと見てないと何をするかわからないぞ。消去か。これでいい。奴の話など気にする。
消去から転送に変わったことに気づいていないの？前に消された俺がこんな脱出の準備をしていたとはね。こっちはどうだ？これは一体？やあ、キサ、入れ替わった気分は、お前の愛するあいつ消去されないことを祈るよ。いすいす。悪いな。体はもらっていく。なんだ、ビデオかけた。比べくんはテープを割って巻き、今の前の夢のつ。はあ、ビデオ。いや、もう驚かない。君はちゃんと見たけ？それどういう意味？君が見たのはあれはか、すでにお、それクラベ君に借り、もしそうだとして、クラベ君がな、俺にそんなものを。彼も君と同様に、彼自身は君の家に来る、私と交信。交信？ゲームしたりビデオ見てただけ。君にはそん、いつも夢に。君が見てる君と同じ顔、伊田哲也。そんなもの俺に見せ、どうしろと。彼の考え、何を計画のリセット、阻止しなくて。計画？計画って何を企らん。良くない計画じゃないのか。違う、箱舟、人類救済の別の惑星に移住す。君たちはその計画。いや、俺と比べくん、おそらく見てる夢はか、実はここが、はい、アイドルの稲葉美由、テレビからそれを教えてくれた。こんなの下手すりゃ頭の病院。夢、伊田哲也、姿、名前だ。俺と愛、ゆきちゃんいない。そういや、補習で忙し、うん、キサラギ、トミ、まあ顔を合わせ、いなくてよかったのかも。クラベ君、網口君。いや、ちょうどよかった。例のビデオな、ごめん、今ちょっと急いで。おう、お、いや、じゃあ。クラベ君、様子が少し、彼も何か、外の空気。やっぱ事実を追う。夜出てきた稲葉美由、テレビ局に投稿。ぼーっとしてどうし。網口、ちょっと会ってな。お前こそなんか悩んでんの。ああ。俺よ、この前。そうだ、実はあの時遭難してたんだ、未来でな。あ、随分深いサボりの表現。そうなるよな。で、あ、夜な夜な俺のアイドルの稲葉美優、困ってる。真面目に聞いて。そうなるよな。お、忘れてた。なんだ。 C 組の薬師寺、朝呼びと話があるって。またか。たく、ムカつく野郎だぜ。邪魔もんは消えるよ。ま、中学じゃ何度も告白されたからな。ああ、悪いけど今は好きな。そんな話。そうなんだ。謝らなくて。ちょっと痛いよ。任務完了。二十番機兵。何？
って夢で見たロボット。ああ、八重町のあたりです。桜高校が間違いないよ。騎兵だ。各省庁と米軍にも連絡を。スクランブルはさせる。昭和の兵器では騎兵の誰が乗っているのかも、その目的も今は不明。東雲涼子を連れ戻。上昇し、何のつもりだ。あの騎兵、沖野が最後に設計した。生産しなかった。誰が、はあ、運命だ。死ぬならさ、君に会いたいって願っ。何のんきなこと言ってん。あれも20番騎兵消えた。落ちたのが人のいないとこ。何が起こったのか。続きは。乗っていたのが君だったとは。網口メガネ。我々は、我々に協力すればさもなくば。俺さ、そういう大人の偉す嫌いなんだよね。やめるんだ、網口。ユキちゃんの死。彼女は組織。え？ロボット登場。つまり君を監視する高宮は桜高校。まず、嘘だろ。網口。協力しろ。高宮のために。
さあどうする？まだ操縦に。どうしよう。対空防衛だ。大丈夫。やったろうじゃねえか。まだ操縦。どうしよう。ありがたい。なんとかしなきゃ。持ちこたえてみせる。
ね。もっと早くイージスを起動できれば、こちらの消耗、そもそもあの自己防衛機能ターミナルを通じてユニバーサルコンだけど、 D が現れて攻撃されてもターミナル中枢へのハッキングにも麻痺させているのか。そういうことだ。そこで D の攻撃でターミナル、我々で低レベルのハッキング、それによりイージス時 D に気づかないなら別表現か。火もないのに火事だとさ。それはあなたがアクタレと呼ばれる頃にやっだから、 D がターミナル付近に現れてからでないと起動できない。こりゃきついな。怪獣なんかに負けない。
装注意に。もっと早くイージスを。そもそもターミナが中枢、まあそう言っていいの。我々それに D に強撃、それだからなんとかなったな。うまくいったみたいだね。みんなのおかげだ。
どうした沖野。D コードによる強化部分、敵のミサイル装備が大幅に強化されている。新型か。随分騎兵が邪魔のようだな。いや、地中貫通弾も装備されている。ターミナル狙いのや対空防衛能力を持つ騎兵は必須だ。いざとなれば俺がおとりになって。
絶対負けない。僕は怪獣がうまくやるんだ。希望はあるはず。どうするよ。10番機起動する。ピンチはチャンス。この調子で頑張ろう。みんなで生き残るんだ。